グロシュは、ポーランドの通貨単位で、ズオティの補助単位。グレーンと表記される。1ズオティイコール100グロシュ。1グレーン、2グレーン、5グレーン、10グレーン、20グレーン、50グレーンの種類がある。15世紀に、イタリアのボローニャで発行されたグ、グロシュ効果、グロシュという名の由来は、ラテン語のグロススで、厚みのあるという意味である。銀貨で、 数十数ディナリウスト等価であり、かつては中世ヨーロッパの各地で発行されていた。グロッシュ硬貨は時代が下るにつれだんだん小さくなっていき、14世紀初頭には3、7グラムあったものが、16世紀頃には1.8グラムになっている。ポーランドでは1526年には1、2グロッシュ硬貨が発行され、その後も1.5グロッシュ、2、3、4、 6グロシュの隠し効果が発行された。また1752年からは、同性となっていた。16世紀から1918年まで、ポーランドグロシュは1、30ズオティであった。分割時代のロシア占領地域においては、1、2カペーカであった。1924年から1グロシュイコール1、100ズオティと定められた。近代以降、グロシュの名を継ぐ効果は2つあった。 ありがとうございます。